はいどうも、釣りの泉チャンネル高梨です。今回は2023年5月末現在の養老川の状況コンディションを実況映像と一緒にねお伝えしていこうと思います。うちのチャンネルをねご覧になってる皆さんもね、養老川をホームリバーにされてる方とかね、千葉県内房によく釣り来られる方が多いと思うんですけれども、まあそんな方にね、今の養老川はこんな感じだよっていう情報をねお伝えして役に立てていただければと思います。では一つ目から、地形からいきましょう。地形はですね、前世紀の養老川にかなり近くなってきてまして、いわゆるね下流に向かって右手側の流心ですね、流心が徐々にねはっきりとこう深掘れてね濃く出てってるような状態で、魚の入りであったりとかね、食わせる際にブレイクで食わせるとかね、そういう面でもかなりね釣りやすい川に戻りつつあります。中流域に関しては前世紀の7割ぐらいまで戻ってきたかなっていう感じがします。でね、河口部に関しては若干やっぱりね前世紀なんかと比べると砂の堆積が多くって、魚の入りがちょっとねいい日悪い日にムラがあるんで、あんまり下がりすぎる日もね、大潮で最干潮でもカラッカラに干潟が干からびちゃうような日はちょっとね魚の入りが悪いんじゃないかなっていう感じはします。個人的にはね中潮小潮とかね、そういう最干潮時でもちゃんと魚の動線が確保されてる時間に狙っていくのがおすすめですね。地形に関してはそんな感じ。あとはですね、ベイトですね。ベイトの状況に関しては養老川前世紀に多かったのがハゼとカレイのね子供とかね、あとカニ類がねかなりいたんですね。あとはねタイミングでサヨリがかなりね浅場にバチャバチャしてたり、そういうのが多かったんですけれども、それらのベイトもねかなり多く帰ってきてます。ウェーディングなんかしてると足元に結構見えますね。量はねまだちょっと前世紀当時の 3,4 割といったベイト量な感じがするんですけど、まあそういうねかつてのベイトも戻ってきてます。でボラ由来のベイト、白衣ナッコボラサイズのものに関してはまあ十分すぎるぐらいにいるんで、それについたシーバスは全然狙えると思います。かなりねベイト量に関してはシーバスがそれなりについてくれそうなベイト量に戻ってきたかなっていう感じですね。まあこのまんまねちょっとやばい大雨でまたね水質であったり地形がね大きく変化してしまわないことをねちょっと願いつつ、このね梅雨を見守ろうかと思っております。であとね、残念ながらですね、赤エイさんに関してはですね、やはりね今赤エイさんハイシーズンの時期ということもあって、もうすごいすでに多いですね。なんなら中層でもかかっちゃう時があるぐらいエイがおりますね。で肝心のメインターゲットの量でいくと、シーバスに関しては回遊ではまあそれなりに入ってきてるっていう感じですね。あんまりバカバカ入ってきてるって感じはしないんで、誰もが何本も当たり前に取れるっていうようなそういう感覚ではないですね。よくわかってる人何人かで行って、そのうち何人かが1本2本を取れるっていうようなそんな感覚だと思います。あとはね、クロダイに関してはめちゃめちゃな数川中にね入ってますし居ついてますね。結構ね小さいサイズ20センチ台のサイズの数がめちゃめちゃ多くって、ただねその中にもまともなサイズ40後半から50前半とかのねそういうサイズ感のも混じってますんで、全然ねターゲット的にクロダイ狙いの人は美味しい状態なのかなと思います。であとはマゴチですね。マゴチに関しても結構川中まで入ってきます。ただサイズがちょっと小さい40とかそんなもんですかねぐらいが頭打ちっていう感じのサイズが入ってきてます。ただちょっとマゴチハイシーズン65センチだとかねそういうサイズのマゴチが入ってくるっていうのはまだなのかなってとこですね。専門で狙ってる人はもしかしたらこっそり始まってるかもしれません。どうなんでしょうね。というわけで今の養老川の状況っていうのはそんなもんです。
かなりね細かいところの情報は端折っちゃったんで、こんな情報が聞きたいなっていうようなお話とかね、そんなところがあったらぜひコメント欄に書いていただければお答えしていこうと思うんで、遠慮せずバンバン聞いてください。まあちょっとね他の人に迷惑かかっちゃいそうな情報とかは言えないんですけど、そこはご了承ください。というわけでね、この情報が役に立ったり気に入ってくださった方はグッドボタン、チャンネルボタンを押して僕たちのことを応援してください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。出たいつものやつ。おいおい。まあね、先に言われちゃったね。結構いいじゃんサイズね。かかり変わっちゃったけど、ぬるシーバス需要かかっちゃう。おい、釣れました。60ぐらいかな。綺麗だね。いい感じ。I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been